もーし。来たー。あれ、睡眠シミュレーションしてたら本当に寝てたわ。やっぱいいかもしれんな。おー、まあめったに来れないし、買うチャンスは今日だけと思ってもいいのでは。回し物もらってる。なんか握れされてる。何のことですかね。やっぱり夢中になってる。出れるの。後ろの後ろから追う時の伊達さんがとてもなんかもう匂わせちゃって。今すごい頑張ってるよ私。ちょっと匂わせっぽいよ。いいよ。新しい登場者が。大丈夫かな、これ6人乗りじゃないけど止められないかな。ちょいちょいちょいって言われて後ろつおいおいつって6人乗ってるよって言われて。チアの邪魔っす。ちょっと確かにバックミラー全く見えねえじゃん。確かにチアのも邪魔です。雑行調整がいるな。雑行調整がいるな。チアの子やべえな。これぐらいだといける。この車5人乗りなのはずなんだよ。なんでみんなチアの子を人にするんですか。全力で言い訳するから。これはみんなぬいぐるみであって人に見えるんですか。人って何ですか。人って何ですか。やばいね。余計邪魔だわ。我々も横向かなきゃいけないことだ。チンアナゴスター。みんなで、みんなで同じ方向見てください。チンアナゴ相当時間取られましたよね。いやでもあれ見ちゃうよ。めちゃくちゃ面白かった。いや、こんなになんかみんなで集中すると思わなかった。なんか意外と広かったのか。そう、なんかこうレパートリーというか、あれが豊富だったのっていう感じがすごい。あのアザラシが時間を奪ったね。アザラシが大好き。可愛かったんだもん。夢中になっちゃう。あれアザラシの動物飼いたかったもんね、今ちょっとね。ひょこひょん。可愛かった。いや、あいつやばかったね。しかもヒュンって後の顔ですよ。そう、もうなんかもう仏みたいな顔。名物でいてもおかしくなって。完全に名物ですよね。名物だった。魚の針を取るのも体験なんですってね、うん、なんかそれもやってほしかったけど全然やってくんなくて、魚の目を潰して待っててくれました。でもびっくりした。魚の目ってこの人はみんなに静かに。そう、でもなんかそれを触るのもちょっと恐怖心で、うん、全然恐怖心くて。いや、クッキーさん今度私が話しちゃった魚を静まる。すごかった。おー、すごい、なんか駅っていう駅を引きしまして、ここが最寄り駅ですよ、今日行ったとこの。はい、泉駅走り抜こう、潮風 JR 普段なんとね。だってちゃんと違うな、なんか仲良しなカップみたいな感じ。バックミラーがそう、平和な。バックミラーの平和感すごいっすよ。車見ようと思ったらすごいカッコよく見えた。チンアナゴ、チンアナゴって当てるのか。けどなんか美味しいの先に。そうだった。やばい、やっぱりアイドルとイチゴってなんでこんなに合うんだろう。とっても美味しそうなイチゴです。美味しそうっていうか美味しかったです。めちゃくちゃ美味しい。甘いです、本当に。なんかその時さんがちょっと大きいのが甘いって言ったので、うん、大きめのを狙ってます。よりすぐりのいちごたち、選ばれしいちごたち、選ばれし。おいしそうです。うまいんじゃん。おいしそう。もうでもちょっとあの食べるのは